はあ、もうめちゃくちゃこうディープな、さっきもそこで話聞いてたんですけど、ひまりさんのお声の鳴りがすごすぎて、うるさかった、あってこの絵が、あってこう、この絵が、深さがもう凄まじい深さで、で、あの喉鳴らしたりとかされるじゃないですか、うーっていうようなこういう喉が鳴る声とか、いろんな表現がされていて、それからライルと結構対照的なんですよね。大泉さん結構テナー高い、男性の中では高い方で、石丸さん結構低い方なので、そのデュエットのコントラストがすごい。嬉しいですね。